どうもクマトラです。じゃあね、今日で最終日ですよ。ちょっと昼飯食べてないんで食べます。もう夕ご飯です。コーヒーね、50円なんですよ。安いですよ。はい、ただいまの時間5時5分。5時は過ぎちゃったのかい？うめえ。うまいな、このパン。見える、これ。糖質を抑えたひら焼きあんパン。うめえ。じゃあ今日最終日だよね。2時間だったよな。ちょっと待ってよ。1時間だとか。2時間だよな。今日乗ったら、今度は椅子だったかな。土曜日か。土曜日卒業検定ですね。土曜日卒業検定。そこで受かれば終わりってわけでね。はい。じゃあね、今日は総合練習だろうな。まあバックが一番多いんだろうけど、白線を踏まないようにと合図、指差し確認、肩確認、そんなとこですかね。覚えてるかな、1週間ぐらい空いたんでね、体は覚えてると思うんですけどね。じゃあ頑張ってやっていきますよ。お腹は減ったからアンパンを食べて頑張ってきます。じゃあ失礼します。1時間目終わり、総合的練習でした。幅あるんすよ。タイヤ1本も。いや、あと1時間で終わりです。教習の方も。頑張っていきたいと思います。で、2時間目終了で。仕込み書をいただきました。明後日ですね。明後日卒検です。テストしていきます。いや、終わった終わった。どうも皆さん、お疲れ様です。トラック野郎です。 USA ではありません。じゃあ最終の教習も終了いたしました。あさって卒検だよ。よいしょ。赤マインバイバイで、さて卒検です。今日の最終的な評価、まあまあいいでしょうと考えながらバックもしてるし、問題はないですという話でした。ただちょっとバックする時にね、きっかけ作り
かなかちょっと僕の目が養えてないのか失敗続きが多かったですね。まあなんとか修正して入るんでね、いいんですけどね、いいんですけどって言ってましたけど、まあなんとかなるでしょうっていうことでした。はい。ねえ、終わった終わった。さあさあさあ。でね、これでお家へ帰りますよ。よし、OK。いやー、乗用車は楽でいいね。運転してても。はい。でね、ちょっとね、皆様にご報告があります。今後このチャンネル限定公開させていただきます。もう全体的に公開するのはやめます。はい。それのきっかけというのがですね、当社の社長、からご連絡がありまして、トラックに関する動画はやめてくれと、はい、言われました。一番最初に相談させていただいた時はね、もう関係ない、やるよ、全然いいぞって言ってくれてたんですけど、まあ横やりが入ったんでしょうね、いろいろとね、まあしょうがない、ね、いろいろ考えれば日本の事情でね、まあ、やっちゃいけないっていうところは多々ありますからね。やっちゃいや、そのね、中を取るなとかね、ただね、みかんとかなら別に何も言わないと思うんだけどね。まあ言ったところで、まあ最初にね、自分がちゃんと確認取ってあげとれば一番良かったのかもしれないですけどね。まあ限定公開にしてるんでね、その動画も一応ね、登録していただいてる皆様にこんな感じでやってますよっていうのをお届けしたつもりなんだけど、ねえ、まあ誰かしらの口伝いでこう耳に入ったんでしょうね。まあいいんですけどね、別に、はい、僕は僕ですから関係ありません。ね、といったわけで限定公開という形でやらせていただきますんで、見たい方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、見てコメントください、いろいろとね、いいねボタンだったりバットボタンだけじゃなくてコメントもいただけたらありがたいです。はい、というわけでね、クマトラチャンネル今後どうなることやら、 ねえ、逆にね、いいと思うんですけどね、この日本のトラック業界を盛り上げるためにもね、今若手が全然入らないっていうね話ですから、きつい仕事ですからね、運転手稼業もね。まあだん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 ね、国の方でこういろいろ調整とかね、やってくれてるもんで、4時間にいっぺん休憩しなさいとかね、8時間は空けなさいとか、16時間はとかね、いろいろありますからね、だいぶきつくは、昔ほどねきつくはないですけど、よいしょ、あるわけですよ。まあそんなの気にしててもしょうがないんですけどね。ね、それを見せることによってこうやってね、トラック乗ってる運転手ドライバーがね、普段の感じをこんな感じですよっていうのを、こんな景色もありますよとかね、そういうのも
見せてね、盛り上がってくれればいいななんて思ったんだけど、またね、今回の、まあ、限定にはしましたけど、みかん動画、あれはあれでね、ジェイトピアさんの売り上げにつながれば、ね、もしくはこんな風に、僕らが運んでるんですよって、ただそれだけ見せただけなんですけどね、何がいけないんだろう、僕にはちょっと理解ができません、ね、ただ運んでる動画上げただけなんだけどね、何が悪いのかな、急に社長も180度話が変わったんでね、まあまあ別にいいですけどね、トラップチャンネルじゃなくてものつながりの方が僕強いんでね、そちらの方でいろいろね動画アップしていければと思います。はい、もうね日曜日もほぼほぼ休みなんでね、土日がどちらかがほぼほぼ休みになるんで、イベントも行き放題行けますからね、ずっと行けてなかったですからね、どん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 行きたいと思います。週末もあるんだよな、トラックマスターズがね、コロナの影響どうなんでしょうね、どうしようかな、まだな、でもちょっとコロナ怖いですからね、関東の方であるんでね、イベントの方がね、それに行ってね、またそんなコロナになんかかかった日にはまた何言われるか、そんなことも言っとります。はい、じゃあね、またご視聴いただけたらと思います。ぜひね、チャンネル登録並びに高評価とよろしくお願いいたしますね。はい。もうチャンネル登録してくれなきゃ見れないですからね。もっとそういうね、気になる動画をどん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 今後作っていきたいと思います。はい。てなわけで、一応ね、トラックチャンネルでね、やってたんでね、今後の動画、また違った視点で、クマトラ POB でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、まずは卒検まで。撮らせていただきます。じゃ、頑張ります。失礼します。